世界中に空手が普及し、各流派がそれぞれの流儀を主張していなかった頃、数々の武勇伝を打ち立て、空手の威力を世人に知らしめた一人の武術家がいた。本部流の開祖、剣豪本部長喜その人である。長喜が残した著書の一つ、沖縄拳法空手術は、空手道全般に通じる基本的術技およびその理合について述べたものであり、入り身に徹した奥義書である。私の空手術、長喜が生前最も好んだ内反地の型や実践の構えの目音手などを伝える空手術奥義の伝授書である。沖縄空手の源流を伝えるこの2冊が、長喜没後50年を経て日本伝流兵法本部拳法として復刻。今沖縄空手術の奥義がよみがえる。本部長喜は明治3年琉球王家の流れを汲む本部右衛の三男として生まれた。16歳から空手を始め、糸須、佐久間、松村氏らの諸大家に師事し、独自に実践本位の空手を作り出した。本部のサールと言われるほどに身のこなしが軽く、実践組手の第一人者で、シナ海の海賊退治や54歳で外人ヘビー級ボクサーを一撃で倒した話はあまりにも有名である。また御影師範、警察、工場、大学などへも出向き、空手の指導に当たると同時に他の武道家たちとも交友を深めながら空手道の普及振興に努めた。昭和19年、故郷沖縄にて74歳の天寿を全う。立っても座っても常に武であると。茶碗を持つ時には持つだけでなくして、それを挟んで挟み割るという気持ちで持ちなさいと。箸を持っても箸をへし折るようなつもりで力を入れなさい。そういう日常の心がけが武につながるんだと。そうですね、当時もうすでに70を超えしてましたからね、まあ激しい運動はあまりしてませんでしたけれども、沖縄にはあの青森っていう酒を入れる亀があるんですね、1頭ぐらいの。その亀に砂を入れて、そしてその口を持ってですね、こう持ち上げる、こう暇があれば持ち上げて、こういうふうに持ち上げてね、この腕の握力とこの腕力ですね、引き上げる力、これはもうほとんど毎日のようにやってましたね。それとその亀に今度はこの藁を巻いて、でこう拳を当てるようにしてですね、あれはちょうど亀の中に砂半分ぐらい入れると、上を叩くとコロンと向こうへ倒れるようになるんだけれども、ちょっとまた元へ帰ってくる。ちょうど柔らかい巻き藁をついてるような感じなんだね。亀の底へ砂を入れると、それをこう前からポンとつく、そうすると向こうへポンと帰って、倒れてすぐ帰ってくると。それをこうまあ手に固定ないようにうまく考えて、こうして亀に巻き藁を作ってついたり、裏打ちをこうしたりですね、そういうことをしょっちゅう、暇があれば話しながらでも、私だと子供と話しながらでも、こう話しながらこうついておると、こうして髪をついておると。それ私はまあ稽古をつけてもらったというのは、もう月に対して中へ入って受ける、それの毎日繰り返し、とにかく中へ入る中へ入ると。
そういったような、まあ、稽古、肩を習った以外に組手ではとにかく中へ入るということだけをやかましく言われましたね。顔面へついてきた敵の左拳を右手で深く受け外すと同時に左手で敵の右拳を止め、右肘を敵の左胸に突き込む。顔面へついてきた敵の右拳を左手で打ち外す。さらについてきた敵の左腕と右手首を引きつかむや否や、左膝で敵の急所を突き込む。顔面へついてきた右拳を左手で打ち外すと同時に手首をつかむ。右手は急所をつかみ、敵がさらについてきた左拳の肘を右手で打ち外し、同時に右肘を敵の胸へ打ち込む。お互いに隙がないとき、右拳で敵の